はい、落ちそうだったカメラ修正しました。危ないよね、危ない危ない。はい、新しくまたサイズ取り直しです。さっきほどグラグラしなくなったかな。あれ緩んでたからグラグラしてたんだね。ちょっとモニター見てたら普通にはみ出しそうになった。危ない危ない。はい、今日行くのはその本堂大橋の方でも第二本堂大橋という方向に行きたいと思いますので、前にもね本堂と撮影したことがあるんですけど、今度は違う方の橋です。こっちに行きます。若干ねこっち、こっちに振ってる首を振った感じで、カメラをつけてます。まあ、正面ではない、いや何度かな、10度ぐらい右に傾けて、つけてます。この方が小型はあんまいらんもんね動画的に。第二運動橋はこのまんままっすぐ、登っていきます。で古い方の運動橋はこっちね、左の方へね、こっちの方へ行きますが、今度はこっちに行きます。いやー、いい天気だわー。暑いけど、下に映ってるかな、映んないな多分まだ。はい、第四運動大橋の方に向かって進んでいます。もうじく見えますよ、第二運動大橋。はい、この赤い橋が第二運動大橋になります。いや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 、あっちの左に見えるのが、古い運動大橋。映ってねえよな、きっと映ってないとは思います。でね、もう手っ取り早くなんだけど、ここにパーキングがあるんですよ。ここにね、このパーキングの向こうの島根木テラスってところに行こうと思います。よいしょ、到着。はい、あそこに CD を止めて、あっちの島根木テラスっていうところに行きたいと思います。渡るのはね、この陸橋を渡って向こう側に行きます。車で向こう側にね、入れないので、はい、ちょっちで
ですね。で、あそこに見えるちっちゃい赤いの、これ、はい、これがですね、待ってよ、近い人がいいかな。はい、これがね、今渡った第二音頭。そしてあっちに見える赤いのがくるくる回るあのループになっているところ、あれが最初の音頭大橋です。でね、この赤いちっちゃいこの歩道橋のこれが第三音頭大橋。まあ、まあ悪ふざけで言ってるだけですけどね。はい、でこっちが今から行こうとしているひまねきテラス、階段通りを。はい、でなんでここに来たかというと、このひまねきテラスにちりめん食堂というのがありまして、でここでしらす丼を食おうという腹積もりなんですが、果たして生釜揚げちりめん丼しかない、あ、生しらす丼、あ、ありますよ、平日のみですよ、ダーンショック。麺丼をください。ちりめん丼はそして高いので釜揚げというのは、釜揚げの方がいい。釜揚げ。生はないよね。生はネギだけ。ないですね。はい。釜揚げ。はい。セットならうどんで、単品ならもう。単品です。はい。はい。ちりめん丼ですけど、生はなくて釜揚げになりました。いただきます。美味しそうですよ。はい、今釜揚げしらす丼を食べて帰りですけど、平日しか生はないんだって、がっくりだよね、ほんとがっくり。今からねお見せするのが、じゃーん、ここが温度の瀬戸、すごく狭いでしょ、潮の流れもすごく速くて、ここを全部船が通ります。後で地図を見てもらえば分かりますが、ここを通らないとすごくぐるーっと回らなくちゃいけないんですよ。で、この狭い海峡を平清盛が、切り開いたということで、逸話になってるわけでございます。はい、こっからどこに行くかな、生が食いたかったな。はい、 CB が待ってます、ここにね。はい、帰ってきましたよ、 CB のところ。今からまたスタートします。